アテン神を崇拝するアメンホテプ4世とその家族が掘られたアマルナ時代の写実的な壁画。アマルナ時代とは古代エジプトの第18王朝の首都がテルエルアマルナに存在し太陽神アテンの信仰がより一層に盛んであったアメンホテプ4世の知性の歴史的、美術史的故障。厳密にはエジプト新王国第18王朝アメンホテプ4世の知性の 紀元前1417年頃から前1362年頃までの時代を言うこの時代では、アメンホティップ4世の改革の影響によりアテンカミが崇拝されるようになり、古代エジプト元来のアモンラーの信仰は停滞し、後にアマルナ美術と呼ばれることとなる美術が花開いた。宗教的、社会的改革が行われ、それに伴って文学、美術上の写実主義、 自然主義的傾向が顕著となった。後にアメンホテプ4世の息子、ツタンカーアメンによって、アモンラーの信仰が復活され、アテン神の信仰は止められ、アマルナ時代も終焉を告げた。アマルナ時代と、便宜される時代は、ファラオアメンホテプ4世とその女王、ネフェルティティの王宮が、現在のアマルナに移された、エジプト第18王朝の後半頃の古代。 エジプト王国の歴史の時代であった。エジプトの多神教の劇的な変化を反映するために、また、エジプトの多神教の劇的な変化を反映するために、アメンホテプ4世の知性に行われた改革によって、アマルナ時代は始まった。アメンホテプ4世は、唯一神アテンのみを祀る、他のエジプトのみならず世界で初となる一神教を、確立した。また、アテンだけではなく、 伝統的なエジプト宗教と同じく、アメンホテプ4世自身も神である、と民衆に説いた。王たる、アメンホテプ4世自身も神であるとされ、そのために壁画には、得意な姿で描かれたとも言われている。アテンは恵みをもたらし、神たる王を守護する神であり、アテンはアメンホテプ4世とその王族だけのための、神だった。アテンは、太陽円盤の形で、 数多くの手を持つ姿であり、通常のエジプトの宗教とは異なり、民衆にはアテンを崇拝するのではなく、アメンホテプ四世位を唯一の神として崇拝するよう説いた。これまでの宗教では、王の上にさらに神官団が存在し、神アメンを利用して王兵な行為を繰り返すことによって、本来の頂点たる王の権威は著しく低下していたが、王自らを神であるとして、 権威を高めようとしたのである。なお、アテン神の最初期の正式な名称は、はアテンとして帰ってきた父ラーの名によって、地平線で歓喜する、地平線の支配者ラーであり、あくまでラーの変化した体系であるとしたが、後に最初の部分の、アテンとして帰ってきた父ラーの名によって、地平線で歓喜すると最後のラーの名が削除されることになった。 アテンエジプト新王国時代の初期、古代エジプト王、アメンホテプ4世の支配した時代に入ると、ナイル川流域の都であった、テーベのアメンを祭る、新刊団の権力が異常に増大し、王権の存続自体が危ぶまれるほどに力が増大した。その王を抑えるほどの強大な権力にはファラオでさえも、抗うことのできないほどの富が集まり、集まった富は全エジプトの、 約三分の一にも及んだという。また、アメンという絶対神が背後にあることから、寄進などの要求も何のためらいもなく進言し、アメンホテプ4世以前の歴代古代エジプト王は、莫大な富の寄進を繰り返した。その事態に危機感を覚えたのが、紀元前1362年に即位したアメンホテプ4世王であり、その知世4年目。 著しく低下していた権威を高めようとして、アテンという太陽の形をした唯一の神をエジプトの神とし、王権は、定米のアメンの信仰崇拝から脱し、新観覧の影響から離れた。改革を行うべく、宗教的な革新事業を行い、アメンホテプ4世は、地世5年目にアテン信仰の導入を始めた。なお、アテンという神と、その崇拝の起源については、 かなり古いと思われており、太陽神らと同一視された。また、もともとは天体としての太陽そのものを指したが、エジプト新王国時代になって太陽神の一人として神格化された。その手始めとして、知世6年目にアテン神へ捧げる神とテルエルアマルナの建設を開始し、地世八年目には王朝発祥の地底部を放棄して、ここに戸を移した。一方、 アメンの神官団は、テーベに留め置き、真とアマルナに占ることは許されなかった。アマルナにはアテン神のための太陽神殿が建設され、アテン信仰の中心地となった。また、自身の王名も、アテンの栄光を意味する、悪縁アテンと改名し、改革を進めた。なお、イクナートンというのは、これがなまったものである。しかし、アメン神の存在をすべて禁止したのではなく、 共同統治者であるスメンクカーラー王をテーベのアメン神官団との仲裁役として関係の保全に努めた。また、まだ伝統的な神々への崇拝を禁止しておらず、この時期にはアテンへ捧げる神殿の他にも従来のアメン神などの神々へ捧げる神殿も建築している。しかし、即位9年目に入るとアメンホテプ4世は、旧来のエジプトの神々を排斥するようになり、 一層と宗教改革を推し進め、アテンの信仰を広げていった。アメンホティップ4世が作り上げたアテンという神は日輪の姿をしていた。その事実は同時代の壁画からも裏付けられている。しかし、それまでのエジプトの宗教とは異なり、広く民衆のためにある神なのではなく、おアメンホテプのためだけに存在するとされた。それと同時に、一般の民衆には、 アテンを崇拝するのではなく、アメンホテプ四世を神であるとして崇拝するようとき、王の権威をたかる試みを行った。アマルナ時代に入ってから信仰され始めたアテン神は、単に崇拝を民衆に強制させたのではなく、エジプト古来の宗教は、首都アマルナから離れた地域では、他の神々が著しく少ない程度に崇拝された。特に、旧とテーベにはまだ強大な権力を保持する。 アメン神官団が勢力を維持しており、その周辺ではアメン信仰が未だ活発に行われていたという、王の彫像、今までにない写実性がある。また、この時代はアジアやシリアの未丹に王国、筆体都帝国などの国々と文化交流が盛んに行われたりもした時代であった。それらの文化の流入も後に、アマルナ美術と呼ばれる様式の開花の要因の一つであった。 この宗教改革は単に宗教のみにとどまらず、芸術、特に壁画、彫像、神殿建築、また文学においては、文語体から公語体へと伝統を否定する主事の試行錯誤が多岐にわたって行われた。つまり新王国時代諸島に支配していた芸術における理想主義がこの時代に入って、写実、自然主義の傾向へと変化していった。 アメンホテップ4世によるアテン信仰のエジプトの国家神としての地位の一時的な確立と追求は古来から連綿と続いてきた古い美術の様式の否定をもたらす結果を生んだ。また、アメンホテップ王自身の意向が強く働いたと思われる今までにはないような新たな芸術、建築などの様式の基準を生み出した。アマルナ美術の特徴は 特にリアリズムな王像の表現における変化は顕著で、それまでの理想的な姿を描いた王像と異なっている。アメンホティップ4世の王像は細長い手足、垂れた胸、突き出た腹を持つ修悪な外見をしている。やがてこの王の体系が新しい基準となった。写実的な美術様式へと変遷する中で、当時の宮廷彫刻家ベクは、 宮廷彫刻家とは見た通りに表現するものであるとアメンホテプ四世王から言葉をいただいたと書き残している。また、王妃ネフェルティティに命ぜられ制作したと言われているネフェルティティの胸像は同じく宮廷彫刻家であったトトメスが制作した。この彫像はアマルナ時代の美術の最高傑作と歌われる彫像で当時としては珍しい極めて、 モデルとした人物にごく忠実な彩色石灰岩、彫刻である。また、心臓における神の表現も大きな変化を遂げた。その例として、この時期最も有力な神として崇められた天神は従来とは異なる姿をしていた。第十一王朝の頃に太陽神に対する信仰が盛んになるにつれて、当時の最高神、ラーのように鷹の頭を持つ人型の神、 あるいは、十面人心の神として信仰が浸透していったが、アマルナ時代には表現をされず、日輪から無数の手が放射状に差し伸べられているという新しい様式の姿で表され、現在ではこちらの姿の方が著名となっている。この新しい神の図像の体系は、すべての主張に恵みをもたらし、救いの手を差し伸べるというアテン神の特性を、 表現する手段として新たに生み出された表現であった。アテン神は神話も心臓も貧弱だったことから、これを最高神とする信仰が生じると、極めて抽象的で観念的な神となったと考えられる。この時代の美術は従来の伝統に拘束されることなく、自由な発想を背景に描かれている絵画が多くなり、元来基礎が確立されていた、写実主義の絵画や彫刻、 建築様式が誕生した。アケトアテンの王廟には、王女の死を悲しむ両親の姿が克明に描かれており、写実主義が見事に貫かれているが、テーベの西岸にある貴族の墓の壁画にも、その兆候は認められ、戦闘以前に、すでに写実主義の基礎が確立されていたと言える。また、彫像も、写実、自然主義を基本としている。 こうしたアマルナ美術は、類型化、理想化の傾向が強かったエジプト美術に新しい息吹を吹き込み、その後の美術に少なからぬ影響を残した。アマルナ時代は、この改革を推し進めたアメンホテプ4世の死によって、終わりを告げることとなり、次の代のツタンカーメン王の時代に入ると、旧秩序の回復を望む、新官団とツタンカーメン王との間に和解が成立した。 王宮も、アマルナからメンフィスへと移されることとなる。つい昨年まで信仰が盛んであったアテン神の、崇拝は禁じられ、アテン神を掘った壁画やレリーフ、偶像などは全て破壊され、アテン神という存在までをも抹殺しようとした。また、従来のアモンラーの神々の神殿は、破壊されていったものは、ツタンカーメン王の元で復元され、再び、アモンラーの信仰が復活された。 かくしてアテン神の信仰は止められ、アマルナ時代も終焉を遂げたのであった。アマルナ改革は、急進的すぎたせいもあり、神官たちの猛反発を受けて、結局挫折し、新しい様式も、エジプトの伝統と乖離しすぎていたため、一時限りのものに終わったのであった。しかし、ツタンカーメンは、アテン信仰からアメン信仰に戻したファラオだったにも、かかわらず、 王家の谷のツタンカーメン王の王母からは、アマルナ様式の美術作品が多く出土している。それらの副葬品は、その時代に作られたものやその衣装を一部継承した、ものであると考えられている。ツタンカーメン王の墓から出土の黄金の玉座は、アマルナ様式をよく表し、王と火を表した人物の体格は、家庭的な柔らかさがある。 アメンホテップ4世の墓の中から発見された顔の部分が削り取られた棺。女性の棺から荒く転用されたものであることが分かっている。この宗教に橋を発する一連の改革は強い勢力になったことをアメンホテップ4世が嫌い、宗教的権力を王権と一本化することを狙ったと考えられる。一時的にはファラオの権威が威信を回復し、 テーベのアメン神官団を抑える試みは成功を収めたが彼の死と共にその改革は終止符を打たれ後の世からは忘れ去られた時代となった。アテン信仰は宮廷や他のいくつかの場所でのみ受け入れられていたと考えられている。この一連の宗教改革は単に宗教のみにとどまらず芸術、特に壁画、彫像、神殿建築において多大なる変化をもたらした。 宗教的にも文化的にも伝統を否定する種寿の試行錯誤が多岐にわたって行われ、結果としては失敗に終わったとはいえ、後につながる美術の様式が集大成されたといえる。エジプト新王国時代諸島に支配していた芸術の様式がこの時代に入って写実、自然主義の傾向へと変化していった。後の時代にはこの数々の改革を断行した。 アメンホテプ4世は、アメン神の信仰を捨てたことによって意味嫌われる存在となった。また、アテン信仰や、その保護者たるアメンホテプ4世王の痕跡を抹消するあらゆる努力がなされた。後世の人々からは、アメン神を受け入れない短者とみなされて、アメンホテプ4世の名はかれ自身が混流した記念碑からも削除された。 王潰され王の名前はファラオに即位した証となる、王名表からモナが削り取られ、抹殺され、アメンホティップ3世からホルエムヘブの間のファラオは存在しなかったことにされた。しかし、近年では再評価の声も高まりつつある。アメンホティップ4世から4代後のファラオホルエムヘブの命令により、神徒として建造されて、まだ建設の途上だったアマルナの町や王宮。 アテンの神殿など一切の建築物は破壊され、王家はメンフィスへと潜った。それ以降、ナイルデルタ地方が政治の中心となる。アテン大神殿は解体され、その石材は他の場所での神殿の建設計画のために運び去られたため、その以降は2000年にもわたって隠され続けた。また、テーベに造営したアテンの神殿も同様に破壊された。 その中に存在した点に関連する聖なる品々ナナも粉々に破壊され、存在を止めることはなかった。テーベにアメンホテプ四世の王母とされる臨時に用意された小さな墓が発見されているが、墓は反対勢力により暴かれ、壁に描かれたレリーフは一切削られてしまっている。また、アメンホテプ四世の棺からは王の顔の部分が削り取られた。しかし、 廃墟と化したとアマルナには、遺構が、後世まで残り、近年になってから再発掘され、その全貌が明らかとなった。旧アマルナでは、後のローマ帝国時代や、初期のコプト正教会の支配下だった時代にも、別の用途として使われていたことがわかっている。その後、アテン神の廃止に伴い、再びアメン神観覧の勢力が伸長した。その結果、 再びアメン神漢団の勢力は増大し、新王国最後の第二十王朝の時代には再び、アメン神殿に対する王の寄進がまた活発となる。アメン神殿はエジプト国内に広大な神殿量を保持し、さらに後の第二十王朝末期の時代には、アメン神殿の神漢団の勢力が事実上の独立勢力というべき状態にまでもなった。1887年に、 アマルナから発見された設計文字の年度版はこの時代の外交関係を知る重要な資料となっている。1887年に偶然発見され、その数は約360点にも及ぶ。設計文字で書かれたこの年度版文書は同時代のバビロニア国王やその他の王公たちと交わした外交文書であるとされる。アマルナは紀元前14世紀に 改革の実現のため、アメンホティプ王の治世第4年に、唯一神アテンの信仰を唱え、王とテーベにアテンのための神殿を建てた。しかしテーベで、アトン信仰の確立は困難となったので、即位6年目にアマルナに等を移し、新王とアマルナ造営が決定され、2年の間にテーベより先とするために急いで建設された。太陽神、アテンを唯一神とすると、 アケトアテント題されて建設された。この都は、当時、の人口は約3万人ほどであるとされ、古代においては大都市の類だった。しかし、アメンホティプ王の死後に即位した新大津ンカーメンの、地世第4年に放棄され、中心地は未だ完成されていない。アマルナを永久に去って、とも戻され、アマルナはわずか15年ほどの都と記憶されることとなった。その後、 後世のファラオ・ホルエムヘブの命令によりアマルナの町は破壊され、その石材は他の場所での建設計画のために運び去られた。アメンホテプ四世は、後世の人々からは、アメン信仰を捨てて、アテンという異端の神を崇拝したとみなされ、異端者とされる。王はその名を冒徳され、その名が削除された煽りを喰らって彼が、アマルナに造営した建物は破壊された。現在、 アマルナに残っている美術作品の多くは崖などに掘られているガイ碑などである。建設を早めるため、日干しレンガを多用して表面を磨いた建物がほとんどで、これが後に移行あまりとどめず、急速な衰退を招いた一員ともなった。日干しレンガ粘土を固めた後に、天日で乾燥させて作るレンガであり、よく成形して乾燥させた日干しレンガは乾燥体では、 現在も使用されている建材となっている。今でも耐候性に優れ、普及している地域は多い。しかし、ひとたび長雨にさらされればその被害は甚大で、多くは泥に変えることが多い。そのため、アマルナは、長年の雨にさらされて劣化し、崩壊したとされる。ただし、古代エジプトでは普通、王宮や要塞、神殿境内や都市を囲う壁。 あるいは神殿複合体の中にある補助的な建物、家屋を作るために用いられていた。しかし、この町は全く忘却されたわけではなかった。この場所は、後のホルエムへ、部の時代に建てられた寺院が残っているほか、さらに、後世のローマ帝国時代や初期キリスト教の時代にも使われており、都市の南部の発掘ではそれらの時代の遺構や、コピト教会の施設などが見つかっている。 アマルナの遺跡には、神殿や南北の王宮、成長の遺構、王や高官の墓などが現在でも遺跡として残っており、その他には王族の崖に作られたネクロポリスが残っている。他の都は、後世の遺跡に埋もれてしまったり、現在でも町であったりするために、古代の都市計画は半然としない都市も多い。そのため、遺構の基礎部分の保存が良く、 都市計画を知り得ることのできる古代エジプトでは、数少ない遺跡の一つとして重要視されている。アメンホティップ4世の不王、アメンホティップ3世の時代には、アメンの新観覧の度重なる、鬼神の要求に応えて、ドテーベには、ルクソール神殿などの神殿を、また、前小王の時代に蓄積された富をもとに、テーベ西岸に、王自身の総裁殿が造営された。それらの建築物は、 アメンホテップ3世以前の時代に構築された伝統的な構築方法、プランを踏襲したものだった。しかし、アメンホテップ4世のアマルナにおけるアテンの神殿建築は、方位的には従来通り朝日の昇る東の方向に正面が向けられていた。しかし、光を配慮したために、ルクソール神殿などに見られる多自室は廃止された。また、 アマルナにおける神殿は急遽造営されたこともあって、建築資材に従来のように石材は多用されず、簡単に入手できる非防止レンガが主に使用されたため、神殿自体荘厳な重厚さには欠けていた。神殿の中に施された装飾は、これまでの千年を経ても変化しないと言われた伝統的で性的な様式から、写実的活動的なものに変わり、 改革的な信仰宗教の雰囲気をよく伝えている。アメンホテプ4世はアジアに対しては大規模な軍事遠征を行ってはいない。彼は国内の統治とアマルナでの宗教改革に集中している間は戦闘を避けたため当時勢力を伸ばしつつあったヒッタイト帝国に古代エジプトの王朝の領土だったシリア及びパレスチナ地方の属国軍を奪われ、 国力が一時低下していた。また、アメンホテプ王がこの時代、稀な平和主義者であったとする見解もかつて存在した。アマルナの王の位は、アメンホテプ四世自身と、その共同統治者であるスメンクカーラー王、そしてアメンホテプ四世の息子であるツタンカーテンで、あるとされている。また、ごく一部の学者は、アメンホテプ四世の娘、ネフェルネフェルアテンタシェリとも、 ネフェルネフェルアテンとして、ファラオに即位していたと主張しているが、大多数は即位はしていないという立場をとっている。ネフェルネフェルアテンの正体については、ネフェルティティの偽名であるという説、娘メリトアテンのファラオ名などという説が唱えられているが、女性の王族であるということ以外詳しくは、半然としない。アメンホティップ4世スメンクカーラー、ツタンカーメンネフェルネフェルアテン アマルナ王朝の王家は、アメンホテプ四世の母妃先とアメンホテプの皇后、そしてその間から生まれた息子と娘たちだった。また、アメンホテプ四世は一部の娘に王妃の位を与え、自身の共同統治者の位に据えていた。アテンに愛されるもののい実際には、アメンホテプ四世とアテンという二柱の神が存在する、二神教であったとする学説も存在する。 太陽円盤を意味し、宇宙を創造して、世界の秩序を維持し、全人類、動物、鳥、植物を創造し、万物に生命を付与する唯一絶対の神とされ、ヘブライ人の一神教の先駆とも言われる。日輪を神格化した神で、以前はテーベで祀られていた。なお、テーベで祀られるようになる前には、ヘリオポリスで祀られていたという説がある。アテンの地平線を意味する。 ヒエログリフ、または、英語、エクナタン、体内的には、敵である、アメン診断を殲滅に追い込むこともなく、存続を許していた。都市の南部の発掘では、それらの時代の遺構が、見つかっている。ありがとうございます。